はい、こんにちは。自営業専門税理士、川南です。本日の動画は、会計ソフトを導入したけど、使ってみたけれど、合っているのか不安、何が間違っているのかわからない、そんなあなたに、会計ソフトにお困りな、そこのあなたに向けての動画になっております。私はオンラインサロンの運営とビジネス書2冊出版しております。また、各 SNS やっております。すべて概要欄からリンク飛べるようになっておりますので、ぜひ一度ご確認ください。本日の動画は、会計ソフトがぐちゃぐちゃで大失敗、個人事業主向けの内容となっております。本日の内容です。便利な会計ソフト導入してみたんだけれども、初心者がミスる箇所多発しております。会計ソフトはですね、60万円控除など狙いやすく、ハードルが下がるので非常におすすめなんですけど、やっぱり使い方でいろいろとミスや間違った確定申告が出来上がる要因がいくつかあります。その間違える要因について動画で順番に解説をしていきます。1つ目、初期設定のミス。2つ目、二重入力の罠。3つ目、連携しすぎて問題勃発事件。残高不一致事件。最後、うまくやるコツを紹介します。本日の動画は以上の流れで進んでいきますので、ぜひ最後までご覧になってください。初期設定のミスから紹介していきます。まず1つ目、最初にやること、事業設定というものがあります。これ何を設定するのかと言いますと、住所などの基本項目を入力していきます。その他、業種などを入力します。ご自分のビジネスの基本情報などしっかり入力できているか確認をしましょう。そして次に大事なのが、白色なのか青色なのか、この申告方法を正しく選べているでしょうか。ここの設定からですね、ミスをしていると正しい確定申告書出来上がりません。きちんと自分の種類に合った白なのか青なのか設定できているのか、きちんと再度確認することをお勧めします。次に消費税の設定になります。こちら、免税事業者の方は気にしなくてもいいんですけど、インボイスなどでですね、課税事業者になった方、関連がありますので、この消費税の設定項目、きちんとできているのか確認をしましょう。どの計算方法で消費税を計算するのか、また、インボイス登録した方はですね、インボイスの登録日、いつから登録した方なのか、そういった大事な情報を入力する箇所ありますので、きちんと正しい情報を入力するようにしましょう。次が初期設定と呼ばれる設定があります。こちらの設定は、口座の登録、ご自分がビジネスで使っている銀行やクレジットカードを登録する処理になります。こちら、連携と呼ばれるもので、クラウド会計だとですね、使っている口座銀行やクレジットカードで連携することができます。非常に便利ですので、この初期設定の段階できちんと必要なものは連携しておくようにしましょう。次に大事なところ、これが意外と皆さんできていない方多いんじゃないでしょうか。残高設定になります。これどういったことかと言いますと、使い始めた時の残高を設定する必要があります。じゃあこれ何を見て残高入れればいいんですか？皆さんこちらの用紙用意しましょう。今年から会計ソフトを使うっていう方はですね、前年提出している確定申告書を準備しましょう。青色申告利用されている方はですね、こちらに残高設定に必要な数字が載っているはずです。しっかりと確認して同じ数字になるように入力をしてください。今年開業してスタートする方は前年の残高がありませんので、前年の確定申告書はない状態になりますので、ゼロスタートとなるはずです。この残高設定をしていない方、漏れている方、意外と多いです。皆さんしっかりと残高設定ができているのか、残高が合っているのか、設定を再度もう一度確認してください。こちらの設定ができていないとですね、永遠に残高は合いません。ここが要因となっていること多いですので、皆さん初期設定のミスしないようにしっかりと再度確認してみましょう。次は二重入力の罠について解説していきます。まず1つ目、経費を二重入力してしまうミスが勃発しています。これどうしてこういったことが起こるかと言いますと、現金とカードでそれぞれ同じ経費をどっちでも入力してしまうというパターンが発生してしまいます。レシートを見た時にですね、現金で払ったのかカードで払ったのか、見た目パッと見一緒のレシートの場合、皆さん見覚えありませんか？よく見たらレシートのところでですね、カード払いとかクレジットカードっていう風な記載があるから、これってカードで払ったんだって分かりますけど、パッと見一緒なため現金で払ったと思い込んでカードの入力の方も入れてしまって、またカードはカードの方で経費だと思って入力してしまう。こういった二
二重入力ミスが多発しております。こちらを気をつけてください。これの対策方法としてはですね、普段から分けて整理整頓をしておくということをお勧めします。これ現金で払ったものはこっちのファイル、カードで切って払ったものはこっちというふうに、封筒でもファイルでも何でもいいので、普段から整理整頓しておくと、こういった二重入力ミスを防ぐことができます。次2つ目、資金移動の二重入力ミスです。これも非常に多いので、皆さん気をつけてください。例えば、口座から口座、要はご自分が使っているビジネスの口座から、もう1つのビジネスで使っている口座へ資金を移動するときってあると思います。ここで二重入力が起こります。例えば、10万円移動した場合にですね、両方の銀行で入力をしてしまうと、二重入力になってしまうんです。これどういったことかと言いますと、ちょっと仕分けを使って解説したいと思います。実例です。例えばね、郵便貯金を使っているとして、口座から10万円を引き出して、もう一つのビジネス用の口座に資金を移動した場合、こちらが仕分けになります。6月10日に普通預金が増えます、10万円。そして郵便貯金の方から引き出したので10万円で適用欄引き出しというような仕分けを入力します。そしてもう一方でですね、口座に10万円が入ってくるわけですよね。つまり郵便貯金から口座へ10万円が入金されてきます。この仕分けを見てみましょう。同じく普通預金10万円が増えます。そして相手どこから来たかと言いますと、郵便貯金から来ましたよということで、同じく普通預金郵便貯金という仕分け、10万円というような仕分けを処理するってことになるんですけども、これを両方でやってしまうと、全く同じ仕分けを2回しているって皆さんわかるでしょうか。ここイメージできるかどうかが非常に大事なポイントです。少しボケのね、知識が必要になってくる箇所なんですけど、これ実際にご自分で会計ソフトに入力してみて、このようにしてるとですね、残高が合わなくなってきます。この10万円がずれている原因は二重入力が原因となってますので、実際やってみるとですね、あ、こういう風に二重になるんだっていう風に分かるんじゃないかなと思います。こういったように二重になりますので、お気をつけください。はい、ではスライド戻って、両方の銀行で入力してしまうと二重入力になるということを理解できたかと思います。じゃあその対策方法をどうすればいいのかと言いますと、資金移動の入力口座をどちらかで入力するということを決めてください。いつもゆうちょならゆうちょの方で入力する、もう一つの方では資金移動については入力しないというふうにルールを定めることが大事です。では次の二重入力の罠紹介します。3つ目、カードの入力を二重入力ミスするということがあります。これどういったことかと言いますと、カードと口座引き落としで両方仕分けが出てきてしまい、二重入力になるということです。実際にクレジットカードで経費のものを購入した時にカード切ると思うんですけど、その切った時に処理をするのと、それがですね、翌月にまとめて一括して口座から引き落としされるはずです。その口座引き落としの時にでも、また同じく経費の計上ということで処理をしてしまう方がいらっしゃいます。こうやってしてしまうと、カードの方でも経費の入力が、また口座で引き落としの時にも経費の入力がというふうに二重になりますので、ミス注意してください。これの対策方法は、正しい方法で経理処理をするということです。対策方法、カード処理は未払い金という勘定科目を使って処理するようにしましょう。こういったような処理をすると、この二重入力というのを防ぐことができます。このカードの未払い金の処理ってどうやってやるんですかっていう方に向けて、私過去に動画を用意しております。こちらの動画でカード決済経理の方法を紹介しておりますので、そちらの方でカード二重入力にならないように動画で学んでみてください。はい、次が連携しすぎ問題です。これどういったことかと言いますと、まず1つ目、関連のない口座も連携事件です。これも非常に多いです。基本はですね、事業に関係ないデータは連携しなくていいというふうになっております。なので例えばですけど、プライベートの口座から携帯代と電気代だけが引き落としされてると、これは経費に上げたいという場合は、その2つの経費だけのためにですね、プライベート用の口座も全て連携しているとですね、ものすごい量の仕分け登録をしないといけなくなって非常に非効率です。こういった場合にはですね、必要な経費をピックアップして入力すれば大丈夫です。ただしここで重要な点があります。そもそも事業用の口座とプライベートの口座っていうのを分けておくという基本前提が必要になります。これができていないとですね、関連のないプライベート口座も連携しないと仕事の仕分けがですね、入ってこないということになりますので、プライベートの通帳で全く関係のないね、子供の給食代とか、そういった保育園代とかのが引き出されているものも全てこう登録しないといけないということになります。なので基本前提として事業用と個人
時には分けて口座やカードを用意しておくということが重要なポイントとなってきます。そしてそれができている方は関連のない口座を連携する必要はないので、事業に関係のないデータ、無駄なものは連携をしない、ピックアップして入力するというのがコツになります。そして2つ目、便利だからとりあえず連携事件。これも結構意外と多いです。今クラウド会計は非常に便利になってですね、いろいろなサービスと連携が可能になっております。そして連携できるからとか、自分が使っている全ての連携対応のもの全て連携しておこうという方がいらっしゃいますが、全てを連携しすぎるとまた問題になるわけです。例えばですけど、アマゾンと連携をしている方がいらっしゃったとします。もちろんアマゾンとね、連携するとそこでね、いろんなものを経費のものを買ったりして便利だと思うんですけど、アマゾンで買ったものってクレジットカードの方で引かれるじゃないですか。そしたらクレジットカードの方を連携しておけばですね、アマゾンの分は連携しなくてもクレジットカードの連携の方でカバーできるってことなんですね。こういったことをですね、皆さんちょっと頭から抜けていて、全て便利だからアマゾンも全部これもあれもそれも連携しようということがあるということです。これもちろん中には連携しなければいけないものもあります。今言ったようなクレジットカードやエアレジを使ってるとか、ペイパルを使ってるなどなど売上の入力があるとかいう場合にはですね、そういったものを連携した方がデータが自動的に会計ソフトの方に取り込まれるので非常に便利です。うまく使いましょう。対策としてはですね、どれを連携するのか決めるということが重要になってきます。要は必要なもののみ連携すればいいということです。そして初心者になればなるほどですね、あんまり連携しすぎてしまうと把握できなくて余計に混乱してしまう要因となりますので、ここしっかり一旦押さえてください。では次に多い事件いきましょう。こちらも非常に多いですね。残高不一致事件です。1番、現金から見ていきます。はい、これもよくありますね。マイナス表示。現金がマイナスになるということは本来経理の世界では起こりません。お金がなくなった場合、なくなりそうな時に必ずどっかからお金を持ってきている、引っ張ってきているはずです。なので現金がマイナス表示になっているってことは、どこかの入力が漏れている、またお金の動きを入力してないってことになります。これ実は逆パターンもあるんです。どういったことかと言いますと、実際手元にないような金額が現金残高になっているという事件です。これ実際に私がね、体験した金額で言うと、現金残高が250万円残ってるようなことが多発してます。実際にその方にですね、250万円、150万円ってなってますけど現金ありますかって聞くと、そんなにあるわけないというふうにおっしゃいます。これどういうことかと言いますと、どっかに現金、お金を持っていったはずなのに、その入力が漏れているため手元にないはずの金額に膨れ上がってるってことになります。これもきちんと経理ができてないという証拠、証になりますので、しっかり皆さん残高合わすようにしましょう。そして2つ目、銀行口座の残高不一致事件です。これも意外と多くてですね、これは口座残高が合っていないということになります。要は実際の通帳に記載されている残高と会計ソフトに入れた残高が合ってないということになるわけです。これの大きな要因紹介します。動画の冒頭で紹介したように、この残高設定ができていない、もしくは間違っているというのが要因の一つになります。スタート時の残高を合わせておかないとですね、いくら正しくその後入力をしてもその分ずれてきますので、残高設定はしっかりと確認してください。そしてもう一つの原因、入力ミスです。基本的に通帳と同じように入力していくんですけど、1行抜けていたりとかですね、間違えて2回同じものを入力してしまった等々を人間が入力すると入力ミスしていることもあります。こういったように銀行口座の残高が合っていないということは意外と多くありますので、皆さんご自分の入力したものが銀行の残高きちんと一致しているかどうか再度確認してみてください。そしてこの残高不一致のもう一つの大きな要因がこちらになります。事業主勘定を未処理にしているもの、このケースが圧倒的に多いです。これちょっと詳しく解説したいと思います。次のスライドです。事業主貸しと事業主借りという勘定が個人事業主独特の勘定科目としてあるんです。この科目どういった時に使うのかと言いますと、お店のお金をですね、プライベートの方、生活費としてお金を持っていく場合、皆さんあると思うんですよ。逆にビジネスの資金がね、足らなくなったということで、一時的にプライベートやプライベートの貯金のとこから取り崩してお店にお金を持ってくるってこともあると思うんですね。このやり取りを事業主貸しと事業主借り勘定を使って入力処理をするんです。こういった今表示した1番2番のように、事業のお金を
引っ張ってきたり、また持ってきたりというようなことをね、すると思うんです。この事業主可視と事業主管理勘定の入力が漏れているから、この処理をしていないということが残高不一致事件を起こす大きな原因となっていることが多いです。この事業主可視と事業主管理勘定、どうやって使えばいいのかと思う方多いと思います。こちらの過去動画、事業主勘定の使い方解説しておりますので、そちらの方でぜひ勉強して学んでみてください。はい、そして最後に、入力したものが間違ってないのかどうかという確認する作業として重要なポイントがあるので紹介します。皆さんこれ意外としていない方多いんですけど、残高試算表と呼ばれるものを見るようにしましょう。これどういったものかと言いますと、サンプルを置いてあります。こちらのように残高試算表と呼ばれるものがですね、出るようにどの会計ソフトもなっております。各会計ソフトどこから見るかっていうのはですね、ヘルプページや使い方というところで調べてほしいんですけど、必ずこの残高試算表出てきます。これを皆さん見ないから、自分の入力が合ってるか、そして間違ってる箇所を、ミスを気づくことができないということが原因になります。ですので、残高試算表を見るという癖をつけましょう。これどのように見ればいいのかと言いますと、残高試算表のこのピンクのラインのとこ見てください。このピンクのラインに現金残高がいくらあるのか、また普通預金のこの口座はいくら残高があるのか、期末残高というところに現在の残高が出てきます。この残高と実際手元にある現金、また自分が使っているビジネス用の口座の残高と比較してみてください。これずれていたら何かしらどこかでミスをしている、入力が間違っている、また初期設定自体が間違っているということになります。今言った以外にもですね、売掛金の残高や、また固定資産の残高などなどチェックするポイントはたくさんあります。ここがミスがあるのに、皆さんね、なかなか気がつかない原因になりますので、残高試算表を見るというように意識をつけましょう。はい、そして最後は失敗しないコツです。まず一つ目、初期設定皆さん正しくできているか確認してください。二つ目、初心者こそこちら徹底しましょう。事業用と個人用の区分をするということ、大事なポイントです。銀行もそうですし、クレジットカードも事業用なのかプライベート用なのか、二つにしっかりと区分して利用するようにしましょう。シンプルにすることがうまくいくコツです。そして最後、紹介した残高試算表を確認する癖をつけましょう。これを見るとミスに気がついたりですね、自分が入力したのを少し客観的に見ることができるようになります。はい、そして中には会計ソフトがいいよという噂を聞いて導入した方たくさんいると思います。導入したけど難しい、使い方がよくわからないという方もね、たくさんいらっしゃると思います。そういった方はですね、今どの会計ソフトも使い方動画出ております。またヘルプページもありますので、そういったものをうまく利用して会計ソフトをできるようにしましょう。自分でですね、確定申告をしようと決めたからには、何とかしなければ確定申告書というのは出来上がりません。そしてですね、いつまでも使わないでそのまま放っておくと 100% 使えるようにはなりません。もう使って覚えていく、使ってわからないとこを調べていくなどなどして、経理の知識やレベルを少しずつ上げていくしか対策方法はありません。皆さんわからないのは一緒です。皆さん最初からできない状況で、少しずつ少しずつレベルを上げて何とかしている個人事業主フリーランスの方多いです。どうしてもちょっと会計ソフトできないなって方はですね、私会計ソフト導入レッスンというのをやっております。こちらホームページに詳細ありますので、ホームページ概要欄から飛んでいただいて、興味ある方はぜひ詳細の方確認ください。こちらのメニュー、受付期間に期限がありますので、そちらきちんとホームページの方でご確認ください。私はオンラインサロンを運営しております。 Facebook の非公開グループで運営をしていて、オンライン上に税理士を味方につけるというコンセプトで運営しております。詳細は概要欄からオンラインサロンのホームページ飛べるようになってますので、ご確認ください。メリットが4つあります。1つ目、質問と相談が税理士に直接できるという点です。2つ目、メンバー全員起業家なので情報共有ができる、異業種交流ができるということで好評です。3つ目、記事の購読権利が特典としてついてきます。私が平日毎日各経理や税金、また SNS の裏側、他に投げていない情報を投稿しております。そちらの購読権利が特典としてついてきます。そして4つ目、 Zoom サロンを定期的に開催しております。 Zoom で直接私に質問や相談をすることができますし、また他メンバーさんと情報交換ができるということで非常に毎回好評です。オンラインサロンについては詳細概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ入会の方お待ちしております。はい、 YouTube チャンネルいつも見てくださっている方ありがとうございます。いいね、高評価、また感想コメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。またその他 SNS もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。
はい、というわけで本日の動画以上になります。このように自営業フリーランス向けに役に立つ動画定期的に更新しておりますので、ぜひチャンネル登録の方お願いします。またの動画でお会いしましょう。自営業専門税理士川南でした。それではまた。